きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日食べるカレーはキーマカレー飯です。この日清のカレー飯シリーズは、この動画シリーズでは今まで2種類食べています。今日は3種類目のキーマカレー飯ということなんですけど、今まで食べたカレー飯は、プレーンなものとそしてシーフードを食べました。あのカップの、カレーということで、何かこうお手軽な反面、味の方はどうなのかなっていう印象は食べる前はあったんですけど、今まで食べた2種類については本格的というか十分、食べた後に満足を感じる、そんな、カレー飯でした。今日はキーマカレー飯、キーマということで、味わいの、深みというか、濃厚な味わいが凝縮しているそんなカレー飯なのかなと食べる前は予想しています。それではこのカレーとにかく手軽に食べられるということもありますから、お湯を注いで今から食べてみたいと思います。ではいただきます。このカレー飯は商品名の最後にスパイシーと名前がついています。今一口食べて辛さがとびきり強いという意味ではなくて、その何かこう一種類ではないスパイスが入ってる、そんな風味を感じます。そういう意味ではスパイシーという言葉がぴったりなんだと思います。このシリーズ、カレー飯のシリーズは先ほど言いました通り今日が3種類目なんですけど、味が濃厚でとても美味しいです。今日はキーマカレーということで、豚ひき肉でしょうか、あまり量は多くはないんですけど、旨味を十分感じることができます。食べ進めてるとなかなかの辛さです。口の中に辛さの、蓄積が見られて、とてもその辛さがあってなお、おいしく感じています。いただきました。今一人前食べて、そのボリュームに大変満足しています。何かお腹がいっぱいになりました。カレー飯は、食べる前に申し上げましたけど、とても手軽でありながら、意外にといっては日清さんに失礼なんですけど、本格的な味わいが楽しめるということで、他にもまだ食べてないカレー飯がありますので、ぜひ紹介したいなと思っています。それではまた明日。
今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してねもしよければチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。you